どうも、花宮ネクです。リー、ファナスタシスをやっていくぞ。前回、地下墓地のゾンビどもを一掃しましたね。次なる新天地に向かうぞ。地下墓地の北東へ。なんか最近の残留思念、雰囲気が北斗の剣になってるんよな。何、魔法鍵は大魔術師じゃないと無理。大魔術師がいそうな場所ってどこだよ。魔法鍵を使うのってこの扉か。マジで開けたいんだけど。これで、反逆者はここでも大暴れしてたのね。魔法鍵も持ってたりするのかな。そいつの後を追うのもいいな。うお、なんか死神シンボルがいる。刺激しないように気をつけよう。湿地帯に錬金術界の研究施設があるという情報ゲット。王国の浅はかさと無知、直球悪口、好き。錬金術界は真実を人のために使うのか、意外と高潔な組織なのか。じゃあ勇気を出して死神に話しかけるか。あ、これ仲間なの？強敵とばかり。錬金術界の毒術師マカブレさんが仲間に。地下墓地に突っ込んだ錬金術師っておめえのことか。じゃあ完全に行き止まりみたいだし帰りましょう。なんかいろいろと怪しげなものは多いけどね。マカブレさんの性能はだいぶ下の方にいるな。状態異常とスリップダメージを操る。いいね。装備武器の幅も面白いな。斧と土と鎌が使えるぞ。魔法は王都の夜、毒と貧瘍ダウン、朽ち果ての夢、睡眠と魔法ダウン、壊れる瞳、原始と出血。ネーミングがかっこよすぎるぞ。特技の止まない傷は毎ターン85ダメージ、攻撃ダウンっていう一連のデバフを与えるのか。珍しい。既存の状態異常じゃ定義できないって感じでかっこいい。パッシブも名前はクソかっこいいけど、要するに3ダメージ半減と毒無効と原始無効ね。積み重ねた研究の結果、真実を直感的に理解し原始に影響されないって書いてあるけどさ、割とゴリ押しで原始を無効化してない。直感でどうにかできるのすごすぎだろ。マカブレさん元気？ああ、お前の背後のドアを開けたいんだよ。そのドアの関係者なのか。マカブレさん発言もかっこよすぎる。魂の王よなんて言われたことないよ。ボイス付きで聞きたいな、ここのセリフ。じゃあ北東は行き止まりだったんで、改めて南の罪人の洞窟に行きます。まず雑魚戦で様子見だ。体色が黒光りしてて口の中が緑色なんですけど、罪人ってみんなこうなの？デモンズアイ。一つと氷か。ファウナさんは活躍できるが、アイーシャさんは必須じゃなくなるな。ふむ、一旦帰ってアイーシャアウト。バンイン、控えのメンバーのレベルも上げたいんよ。私はいろんなキャラを使い分けたいマン。っていうか教えてほしいんですけど、控えのキャラに経験値が入るようになるシステムとかこのゲームないんすか？そのうち手に入るかな。132×2 ダメージ。バン君の火力もレベル9にしては悪くないな。っていうかミルクを落としたんすけど、
黒光り罪人、なぜミルクを持ち歩いてるんだ。まあデザート材料シリーズの一つが手に入るのはいいね。うわ、ミノタウロスの監督官が出現。こいつ人間が間に落ちてこんなのになったらしい。方向性がワンパンマンの怪人化なんだよな。驚異の HP5000、 やばすぎ。バン君、2回殴られただけで死んだがな。さすがにもろすぎやしないかね。2回も逃げミスしたし、相当素早いと思われる。今後は全力で避けていこう。黙々とトロッコパズルに興じるのであった。この線路を敷いたやつ無計画すぎだろ。絶対にシムシティとか A 列車で行こう。下手やん。貫きの指輪をゲット。効果に貫きとしか書いてないんだが、まあ説明文からするに全ての攻撃に貫通属性がつくのかな。強すぎね。貫通って一つの上位互換みたいなところある超有用属性なんすよね。とりあえず斬撃しかできないバン君に持たせとくわ。何、トロッコが動かない。これ油差しが必要なやつか。俺はとっとこハム太郎3ラブラブ大冒険でちゅって詳しいんだ。東で油差しのヒントがもらえるのね。後で行ってみるか。と言いつつまずは西に来てみました。A、トロッコを路線切り替え部分にぶつけろ。そんなことしていいの？現場猫案件じゃない？本当に開いたよ。路線切り替えのところに手を突っ込んでた騎士も危ねえな。ああ、黒騎士がおてんってだけじゃなくて、騎士全体が下道行為やりまくり集団なんだ。カノン王国、終わってます。あら、カザフさんの旧友か。じゃあカザフさんもミルトン出身か。王国騎士の紋章をゲット。これをカザフさんにつけるのは複雑な顔しそうだな。いや、めちゃくちゃ強いな。干渉なんてどうでもいいからつけとけ。王国騎士のガントレットも強い。つけとけ。ここまで硬くなったなら狙われ率が 60% 上がる豪奢なベルトもつけとくか。タンクカザフさんの爆弾だ。あら、王国騎士の鎧までもらっちゃった。いいんですか？いよいよ王国騎士シリーズスキルが発動しそうな勢い。防御161、物理カット 27% はさすがにヤバい硬さ。絶対に倒されん。雷耐性が 50% ぐらい下がってるのは気にするな。お、地下倉庫の場所やっと判明か。西のトロッコ、さっきの騎士の隠し部屋のところかな。黒く尖った岩の近く。あ、これか。全然気にしてなかったけど他には見ないグラフィックだったわ。油差しゲット。早速トロッコにポチッとしてドスコイッチしましょう。ってなところで今回はこの辺で。よければフォローやチャンネル登録よろしく。